ふう、たまにはこうしてのんびり過ごすのもいいわね。川の流れも穏やかで落ち着くよな。ええ、ほんとにね、天気も良くてちょうどいいわ。最近はガチャガチャした異世界で過ごしていたから見慣れた幻想郷の景色が安心させてくれるわ。あれだけの異変を解決したんな。しばらくは穏やかに暮らしたいもんな。あなたに穏やかな暮らしなんて似合わないけどね、ロズ。おいおい河川、失礼だな。俺だってこうやって川を眺めて暮らすのも嫌いじゃないぜ。でも、あんた田舎暮らし嫌いでしょ。俺は不便と村社会が嫌いなだけな。幻想郷もある意味、村社会みたいなものよ。ゆかりのやつはそれを嫌がっていろんな外の人間を引き込んだりしてるけどね。そうだよな。ああいう考え方は俺も好きだね。ん、ちょっとあんたら静かに、妙な気配があるわ。私でも感じないわよ、霊夢。その辺の妖怪じゃないかしら。霊夢の野生の感はバカにならんぜ。用心した方がいい。来るわよ、この感じ、また別次元の私かしら。やはは、ある意味正解だぜ、そいつはよ。この前の黒い霊夢、確か能力で霊夢の体を奪ったってる。何寝ぼけたこと言ってるの、私の体はちゃんと無事よ。いや、お前でも、青いレイムでも、ない別の、パラレルワールドのレイムの体さ。ふん、随分と脇の甘い私もいるのね。よくそれで、白霊の巫女を名乗れたもんだわ。脇巫女だけに、な、やっは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 。はっはっは、意外と面白いやつだな、こいつ。ふざけてる場合じゃないわ、ロズ、こいつ、何が狙いなの？ゆかりによると、霊夢と、あの、マガツミコの命を狙っていたらしいわ。ということはマガツミコが消えた今、あいつの狙いは私ってことかしら、上等だわ。待ちなよ、霊夢ちゃん、私はやり合いに来たんじゃないぜ。ふん。別の世界とはいえ、私の体を奪ったあんたを見逃すわけないでしょ。やはは、それもそうだね。だったら、今日はこの派手な挨拶で勘弁してよ。死んじゃったら、ごめんね、やっは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 。ひ、あの雲入れ犬、無茶なことしやがる。消えた、気配を消しているのね、霊夢の体を使いこなしているみたいね。ふん、気に入らないわ、絶対にぶっ殺してやる。